常の花冠氏は、岡山県岡山市出身の元大相撲力士。第31代横綱。本名は山野辺勘一。大正時代に、土地、小山森らと競い合って活躍し、現役引退後は、第二次世界大戦中に日本相撲協会理事長に、就任、終戦直後の東京で大相撲復興の基盤を築き、理事長在任中初の還暦土俵入りを行った。 1896年11月23日に岡山県岡山市で生まれるが出生時ですでに体重が5キログラムに達しており街道としてたちまち評判となった山野辺少年はとても理髪で12歳の時に大阪で大規模な火災が発生した際には被災者支援として子供相撲大会を自ら企画開催しその純益を義援金として 大阪へ送ったほどである。これを知った、明治神宮宮寺、大日本帝国陸軍の一の兵衛が、法律関係の仕事について、日立山谷江門を悲喜にしていた父を介して、紹介し、13歳で、出羽の海部屋へ入門、1910年1月場所で、初土俵を踏む。この1年後に4歳年上の土地、小山守屋が入門しているが、栃木さんは、 常の花より横綱昇進を先に果たしていることから、栃木山が常の花の兄弟子と誤解されがちだが、正しくは、栃木さんは常の花の弟弟子である。決して快力ではなく、栃木山森なりより体重が重いと言っても細身で、軽量なため、1917年5月場所で、新入幕を果たしても横綱は愚か三役定着すら、期待されていなかった。 しかし、生来の負けん気の強さに加えて稽古熱心で、数多くの稽古相手に恵まれた環境と日立山の厳しくも熱心な指導によって、順調に出世した。1920年5月場所では大関に昇進するも、稽古中の負傷によって前休、全球、1921年1月場所では9勝1敗、同年、5月場所では10戦全勝で、初の幕内最高優勝を果たした。 この成績であれば通常なら横綱昇進は決定的だったが、同じ東方にはすでに、栃木山盛なり、大西木一郎がおり、横綱昇進は、現地山大五郎に先を越されてしまった。その悔しさからさらに猛稽古に励み、1924年、1月場所で8勝2敗の好成績を挙げ、9勝1分で幕内最高優勝を果たした。 栃木山に次ぐ成績として、悲願の横綱昇進を確実にした。この場所では、名古屋市中央区大池町の仮設国技館で行われた、晴天10日間の工業で、東京相撲が初めて東京を離れて行った工業だったが、連日満員だったという。常の花は歴史的な意義のある場所で、大勢の観客の声援を受け、横綱昇進を果たしたと言える。 大西樹一郎、源ロー、現大五郎に次ぐ、1910年1月場所で初土俵を踏んだ同期生から3年目の横綱であり、さらに、大西とは史上3組しか存在しない、同部屋同期生横綱となった。新横綱の場所では全場所優勝の先輩横綱栃木さんを張り出しに回して、正横綱に置かれた。この後栃木さんは1925年、 一月場所まで三連覇するが、五勝二敗二分一よ、二敗、九九の常の花が常に、聖横綱で、栃木山は張り出しに据え置かれた。この栃木山にとっては不可解な番付編成が、1925年、五月場所前の栃木山の突然の引退の一員ともされる。1926年一月場所では、横綱として、初の全勝優勝を果たした。この場所から、 支配の贈呈が行われ始め、教会が正式に個人の優勝を制度として設定したとされている。ただし、この場所に渡されるはずであった支配は、支配中央部分に皇室の菊の紋章が飾られていることから、皇室のご紋章取締規則に触れ、宮内庁から差し止めの命令が出た。教会は菊の紋章を除いた小型の片木佐和樹を支給作成し、 常の花に、これを授与した。現在の天皇支配の菊花大銀杯は、差し預かりが溶けた1928年1月場所、優勝の日立岩から授与された。大阪相撲との合併が行われた後の1927年、1月場所は不審によって、大阪相撲から編入した宮城山福松に優勝を奪われたが、3月5月10月場所と、 いずれも10勝1敗で3連覇を果たし、1928年5月場所は3度目の全勝優勝を果たして第一人者の地位を不動のものとした。1929年9月場所には優勝したものの8勝3敗の成績で3つも負けたものに天皇支配とは不敬とする声が上がった。このため3敗以上した場合はたとえ優勝しても支配の贈呈はしないと、 規定が改定された。しかし、さらなる飛躍が期待されている、最中の1930年5月場所途中、突然の現役引退を表明した。引退後は年寄り、藤島を襲名すると、講談社から優勝力士に銀杯を送りたいとの申し出があった。協会はこれを断ろうとしたが、藤島はこれに目をつけて、雑誌社も、報道機関であるから相撲進行のために進んで、 受けるべきだ。不況の各界を再興させる道だと説得、申し出を受けることが決定した。1932年1月6日に勃発した春秋円事件では、教会の使者として春日野と共に天竜三郎の説得に当たるなど、事件の完全収集に全力を尽くした。この事件によって、出羽の海、入間川、高砂が隕石辞任すると、 カスガの、立浪西木島と共に取締りに、就任。1944年には、元力士としては、初となる、第2代の相撲協会理事長に就任した。1949年には、出羽の海を継承して、倉前国技館を建設するなど、戦後間もない東京で大相撲復興の基盤を築いた。その倉前国技館が完成して間もない1956年には、 赤い綱を締めて、梅雨払い日曜の山正信、立ち持ちに、時津風を従えて、還暦土俵入りを行った。現役理事長としての還暦土俵入りは、史上初だった。1949年1月に、出羽の海の死教を受けて出羽の海部屋を継承したが、理事長在任中の部屋継承だったために、教会運営が優先され、指導は部屋付きの親方衆に任せていた。 自身の師匠在任中には、千代の山正信が横綱へ昇進しているものの、千代の山は、先代からの弟子で、直家弟子ではなく、常の花が師匠に就任した際にはすでに大関目前まで上がっていた。出羽錦忠夫などの弟子も大半が千代の山と同様に、先代からの弟子で、特に理事長時代は、部屋の指導にも、ほとんど当たっておらず、部屋の指導に本腰を入れたのは、 相談役に知り添いてからのために、自家弟子の土地西木清高を横綱に育て、自身の没後に、横綱となった土地の海、明田吉美と大関となった土地光正幸も、入門時に育成した弟弟,弟子の栃木山守成や、理事長を務めながら一横綱三大関を育てた、自身の公認理事長の双葉山正達と比べると、部屋の師匠としての評価は、あまり高くない。 ただし、自身の首相時代に入門した、佐多の山新松と北の富士勝明は、常の花の没後に、横綱となっている。1957年に、国会の衆議院に予算委員会で日本相撲協会の、あり方が追求されて、改革を迫られたが、神経をすり減らしたのと強い責任感から、同年5月4日に、倉前国技館内の取締室にガスを充満させ、 鎧同士を用いて腹と首を割って自殺を図った。発見が早かったため一命は取り留めたが、現役理事長の自殺未遂事件を重く受け止めた、教会は、出羽の海理事長の退任と相談役への就任を決め、公認として時津風を据えた。この後も、日本相撲協会で因然たる勢力を持ちつつ、部屋の力士の養成に注力したが、1960年、 九州場所先集落翌日の11月28日、2日、四温泉の旅館で異海用のため休止した。同年12月10日には、空三東随法省が追贈され、同年12月26日に、境界層で送られた。右差し得意の速攻相撲で猛突っ張りもあり、矢倉投げを得意とするなど取り口は派手なものだった。吉野山洋二郎を苦手としており、 1927年、1月場所では手も足も出ないまま一気に押し出されたのを、はじめ、1928年10月場所と1929年、1月場所はいずれもおっちゃりで連敗している。優勝10回、昭和に入って、年4場所に増えたことも関係するが、初めて優勝回数を2桁に乗せた力士だった。相撲往来、力士時代の思い出、近代力士生活物語、 私の相撲次元、金星大関物語など多数の著作があるように、達筆でも知られた。亡くなる直前には、後継者として九十を指名する遺言を残したと、されたが確証がなく、武蔵川が継承したことで、九十独立騒動へつながった。そのため、遺族は九十を支持していた。戦中、戦後の困難な時代に辣腕を振るって、 教会の発展に尽力した反面、その独裁的な傾向を非難する者も,も少なくなかった。自身の子外い弟子であり後に部屋付けの九十に帯同して、九十部屋の横綱となった北の富士勝明が辞書で語る、ところによると、出羽の花国師と比べて、臨食の傾向があり、常の花が部屋の師匠を務めていた頃は、部屋の食料事情も充実していない部分があったという。ありがとうございます。